ち合わせ薬しか飲ませれませんのでね。で、はい、今日の会社は2008か。今日は、薬飲んでますもん。やっぱり飲もうね。あそこ最後のこれは、はい、まだちょっと調べてないけど、まあ。でもちょっとね、夜もね、ペレットを増やしましたわ、はい、体重減っちゃうんで、お扱いすると、はい、だから、朝ごはんがこれだけど、朝はこれペレットとチモシーだよね。で、夜がペレットを40にしてます、はい、で、チモシーは20。チモシーはさ、そう食べるのだよね、はい、ここで測ると結構チモシーマットとかすごいかじってさ、ちだけるんだけどね、10g ぐらい、9か10ぐらい。ペレットは 3% やれば 3% きっちり取れますね、はい、じゃあお願いします。で、まあ変わったことがなければね、はい、この間10月7日に調べてるから、まあ11月入ったぐらいにね、はい、解決させてください。だからまあお薬と一緒にあのベリキュアをで溶いてやってました。うちもそうですよね今。はい。はい、帰るよ。いいの。あれ。下がってる。それでちょっと記録したら。はい。はい、じゃあすみません、変わることだったら言ってくださいね、はい、なければまたいつも通り、はい、やりたいと思います、はい。